はい。はい。わかりました。では。どうでした?調査。待機だそうよ。守護者がアルファルド王女に到着するのを待ってから奇襲をかけるんですって。じゃあ俺たちこの城下町で数日は待ってろってことですか？そうなるわね、はあ、相変わらずボスの考えは読めないわね。まあいいんじゃないですか。その分派手にお城をぶっ壊せんなら俺としては意義ないですけど、はあ、あなたは逆に考えが分かりやすすぎるわ。いいこと、城下町で騒ぎは起こさないよ。派手な行動は控えるのよ。そうね、なるべく別々に行動しましょうか。あなたの金髪と入れ墨は目立ちすぎるわ。それっていざって時は少佐だけ逃げる気じゃないですか。リスクを考慮してのことよ。理解してちょうだい。よく考えなさい。ここでうまく潜伏ができれば王城で守護者とその護衛と存分に戦えるのよ。それまでの辛抱よ。はいはい。さてしばらくは平和な暮らしを満喫するとしますか。イノセントウェッジボイスドラマシグナルレッド。こんにちは、おばさん。おや、ソフィーちゃんじゃないか。久しぶりだね。お久しぶりです。やっとまともに休みが取れるようになって。王国軍の仕事は大変そうだもんね。で、昇進はしたのかい？部下はできた？やだおばさん、私はまだ新入り兵士ですよ。昇進はまだまだです。そうかいそうかいでも元気そうでよかったよ。ああそうだ、ちょうどいい記事が手に入ってるよ。ありがとうございます。あと針と糸も新調しようかなって思ってるんです。ああそれならそっちの棚にあるよ。糸はともかく針を買うなんて珍しいね。前のは折れちゃったのかい？いえそうじゃないんですけど、仲間の軍服のボタン付けに太めの針が欲しいかなって。ボタン付け？聞いてくださいよ、あのバカ、すぐ無茶な動きをするから付け直しても付け直してもボタンが取れるんです。ソフィーちゃんは相変わらず優しいね。ゆっくり見ていっておくれ。太めの針ならそこの奥の棚にあるよ。あと新しく入荷してる服はそっちだね。はい。この棚ね、針はこれでいいかな。この服は色が綺麗だけど青はあまり着ないしな。これは丈がちょっと短いか。あ、この服綺麗、ちょっと手に取ってっと。あ、え、あらごめんなさいね、手がぶつかってしまったわ。いいえこちらこそごめんなさい。ちょっと譲りなさいよ。あなた、私の方が先よ。あんたたち喧嘩なら店の外でやってくれ。あなたちょっと表に出なさい。言われなくてもそうするわ。どういうつもり？ここは年上の私に譲るべきではなくて。服に目を留めたのは私が先よ。どこにその証拠があるのかしら、小娘。店の主人に聞いてみる？おばさん。あんたね、
目上の人に対する口の聞き方を習わなかったの？残念ですけど、教育なら人並みに受けてます。なんなら一般人よりも高等な教育受けてるわよ。ほう、こんな小生意気なガキを養成する機関がどこにあるのかしら。ぜひともお目にかかりたいわね。あそこよ、あの白亜の城が見えないの？王女？あなた、まさか王国軍の兵士なの？そうよ、分かったら口の聞き方に気をつけなさい、おばさん。何よ。まさか私と同じだったとはね。いいわ小娘、あんたを生かして返す理由が今ここで消えた。この件であんたの減らず口をズタズタに。あら、剣ってこれのこと？あんたいつの間に。元スリの仲間がいてね、見よう見まねでやってみるものね。で、何をどうするって？アレフ、今よ！仲間？どこに？ちょっと、どこにもいな。少佐。あら、何よ。いつもの数倍気持ち悪いっす。なんでそんなにやけてるんですか？見てわからないの？何が？この服よ、新調したの。どう、似合うかしら。少佐、歳考えてくださいよ。その服どう見てももうちょっと若い子向けですよ。な、若作りしたくなる気持ちもわかりますけど、少し年齢を考えた方が。あんたね、私の昼間の苦労を水の泡にしたわね。はあ、何なんですかいきなり。今日の少佐、笑ったり切れたりいつにも増して。本当無用。いや、待ってくださいよ。剣、しまいやがれください。